今日のこの舞台はどこか分かりますかね。どこも廃校を活用した鳥取県八頭町にあります旧はやぶさ小学校はやぶさラボからですねライブでお伝えいたします。タイトルははやぶさの奇跡なんですけど、1個はこう歩んできた道の奇跡ですね。もう1個はミラクルっていうある種奇跡的にできた場所ですので、そのあたり古田代表のお話から伺いまして、ちょっと対談に走りたいと思ってます。配信というのもあまり慣れないので、ちょっとどんな感じになるか分かりませんが、僕たちがなぜやるのか、子どもたちが働きたい企業を増やし選択肢を広げると、田舎だから IT とかテクノロジーに触れるような仕事ができないのかといったら、今の時代そうじゃない、でもそれがそうじゃないよって言うだけじゃなくて、実際にそういう企業がここに入っているかどうかということが重要だと。コミュニティを再構築し、地方が生き残る町の最適解を探る、もともと人が増える前提で作られているこう町づくりなんですよね。それを人がいなくなるから他の人を取ってくるのかっていう話ではなくて、この人がいない中でこの町の最適解っていうのがどうなんだっていうのを探っていかないと、コミュニティっていうものをもう一回再編していく必要があると思ってます。ここすごいノウハウが詰まってて、結構知りたいって方が多い大学なのでそういう感じかなと、ね、廃校を使って何かやろうって時、みんなさん利活用ばっか考えちゃうんですけど、土壌をねやっぱ 4,5 年かけて作っていくっていう、それは若い人の一つのチャレンジから始まったりで、チャレンジすることによって地域住民も本気になるじゃないですか。古田さんがキャリアが生きててデザインを学ばれた、そのデザイン性がないとなかなかね、ダサいところに人行かないんですよ、ね、廃校大学が大人の夢を語るっていうところで、あなるほどで、古田さんご本人の夢、はい、それから思いだったりとか、このね夢ってやっぱ難しいんですよ ね、うん、ねここで卒業したその子たちがいずれ県外出てもよくて、その後戻ってきて C7 はやぶさで働いて、でゆくゆくは僕がはやぶさ出身の子に社長を譲るっていうのがこれ夢じゃないかなと思ってて、これからの未来のためとか、これからの子どもたちのために何かやるとか言ってるけど、初めてその結果として出るのはそこなんじゃないかと思ってて、自分たちが事業として成長したい、はい、おしまいではなくて、それを自分らちっちゃい頃に古田さんたちを見て育ちました、僕が代わりに社長しますみたいなやつが出てくるぐらい僕らは熱くないといけないし、こう夢を与えないといけないし、次回はモーライの三宅さんというですね、まあ、社会企業家に近いですよね。この方のお話を聞きながら違った視点から考えていきたいと思ってますので、楽しみにしていただき、これからますますいろんな廃校のストーリーをですね、紡いでいきたいと思っています。